タミヤ14分の1組み立て、メルセデス・ベンツ・アクトロス、フルオペレーションの組み立て16回目になります。前回は走行の、駆動系をチェックしました。今回はこの商品の、核となる、いよいよ電飾のフルセットの、搭載前の確認の動きですね。それを確認してから、塗装済みボディに装着になる、その前の状態になってます。ですからコードが乱雑になってますけれども、それは一度動き明かりとかを確認してから、乗せますので、あくまでもこの体この状態では仮に組み合わせています。本体がこのようになってます。で、ここに電飾を乗せて、コードがものすごく乱雑になってますけれども、32箇所のコネクターが電飾のユニットで、ここが心臓部になります。この中にスピードコントローラーとライトの、ユニットとか全部入ってますので、こちらに結線をして、それから、送信機のスイッチを入れて覚え込ませて、動きライトとか テストをお見せします。こちらが車の方のスイッチで、このようになります。エンジンの音とかで、で、ハンドルの右左、で、バックランプはつくのは確認できます。前進とブレーキは赤いランプですね。で、もう一回とバックのランプはつくようになります。こちらが一速の前進、ブレーキと、もう一回とバックのランプ、これがセコン二速の前進とバックです。もう一回やるとバック、これが最高速度用のイメージで、かなりスピードが出るようになります。あとはこっちのホーンの音とか、かなりリアルな音で、この辺はタミヤでないとできないようになっています。これでいろいろライトの切り替わりができます。インカー、ブレーキランプ、バックのユニットとか、そういうのが全部動かせるようになってますね。あくまでも動きのテストだけなもんですから、このくらいになりますけれども、電飾がこれ一つだけで、音のサウンドシステムの大きくも小さくも、こちらは走行させると、動きの振動なんかも出るようになってますので、まだちょっと仮組なもんでそこまでは決戦してませんけれども、かなり通常の電動カーとは違って迫力のある動きが、フルオペレーションの醍醐味です。この辺はカタログ等を見てるだけでは分かりませんので、動きをお見せしました。次回からは実際このたくさんある電飾をそれぞれライトの受けを使って、一つ一つ組み込んで塗装済みのボディの装着の方になります。またお楽しみにしててください。